あれは廃城でしょうか。薄気味悪いな。あれにしましょう。あれなら盛大に破壊しても誰も文句は言わないでしょう。あ、うん。赤き黒煙、挽回の王、天地の法を敷衍すれど我は万象将の断り、崩壊破壊の別名なり。英豪の鉄槌は我が元に下れ、エクスプロージョン。燃え尽きろ、グレンの中で。はあ、最高です。こうして俺とメグミンの新しい日課が始まった。安いよ安いよ、新鮮なキャベツですよ。もんなしのアクアは毎日アルバイトに励んでる。ダクネスはしばらく実家で筋トレをしてくると言っていた。特にやることのないメグミンはその廃城のそばへと毎日通い、爆裂魔法を放ち続けた。それは寒い日雨の降る夕方、ダーちゃん。それは穏やかな食後の昼下がり、ジャン。それは早朝の爽やかな散歩のついでに、60点か。音圧が物足りない。どんな時でもめぐみんは毎日その廃城に魔法を放ち、めぐみんの傍らで魔法を見続けていた俺は、その日の爆裂魔法の出来が分かるまでになっていた。いい感じだな。爆裂の衝撃波がズンと骨身に浸透するかのごとく響き、それでいて肌を撫でるかのように空気の振動が遅れてくる。ナイス爆裂、ナイス爆裂。カズマも爆裂道が分かってきましたね。どうです、いっそ本当に爆裂魔法を覚えてみては。でも将来余裕があったら習得してみるのも面白そうだな。いい心がけです。